目覚まし度、曜日。目覚まし度、曜日、英賞、目覚ましサターデイは、フジテレビ系列、FNS27 局で2003年10月4日から、毎週土曜日6時8時30分、JST に生放送されている朝の情報番組。略称は、メザド。2008年7月12日から2012年3月31日まで。 富士テレビと一部系列局で毎週土曜日9時55分10時40分 JST に生放送されていた目覚まし度曜日メガについても本校に適述する目覚ましテレビの週末版として2003年10月4日にスタートした初代司会者にはヤシオケイコこの年6月にテレビ東京を退社本番組が他局での初レギュラー番組担当と 伊藤敏弘、キャスター挑戦であったが、初代お天気キャスターには、小林真央、本番組が、デビューが起用された。また、レギュラーとして、パンチ佐藤、コメンテーターとして、江上剛が出演した。目覚ましテレビの土曜版は、本番組以前にも、目覚ましテレビ週末、GO として放送されていた。8時終了である、平日版や、目覚ましテレビ週末、 号とは異なり、本番組は8時30分まで放送している、通常時。2004年10月2日から平日版の目覚ましくんとは別バージョンの週末、目覚ましくんが登場。さらに、2012年4月7日からは平日版同様に目覚ましくんが登場するようになった。平日版と同様に、目覚ましくん、2012年3月31日までは週末、 目覚ましくんが時刻を教えてくれる、6時と7時。当初は予告、番組前の6時58分頃、一部地域を除くで、伊藤が、ポンキッキーズ21のキャラや出演者らと、ジャカジャカじゃんけんをしていたが、2004年10月2日からは、ヤシオのみの予告となった。平日版同様、テレビ大分では本番組は放送されていない。本番組開始1週間前に、 テレビ大分でもネットされていた、ご座番組、いつでもエミを。関西テレビ制作。2005年3月終了に、シ潮、伊藤がゲスト出演したが、番組中、大分県では放送されない胸の案内が、関西テレビ側からは行われなかった。また、出演者の大多数が、フジテレビアナウンサーで構成される、平日版に比べて本番組は、外部登用の出演者が多く、 フジテレビの女性アナウンサーをも含めると女性の出演者が多い2008年4月も男性出演者はフジテレビアナウンサーのみ2010年7月10日より地上アナログ放送では 16QLB サイズで放送されているなおハイビジョン制作とはいえニューススポーツ芸能における VTR は平日版同様43標準画質で両サイドに 目覚まし土曜日の名前入りのサイドパネルが付けてあるデザインは平日版同様。しかし、平日版よりはハイビジョン制作のコーナー、コチョウ、メザカルチャ、もっとーい、マドキ、新発売などの比率は高い。同年10月2日より蒸気 VTR のほとんどがハイビジョン映像になった。テロップもすべて HD 対応となっている平日版も同様。また、 テロップは当初は独自のものが多かったが、同日からニュースのテロップデザインが平日版同様になったメガは2011年11月ら。さらに2011年4月2日からは平日版同様のコーナーが増えている当初は占いともっと多い窓時。新発売程度。2011年10月1日以降、本番組が8時をまたぐ。 地上波かつ全国ネットの唯一の土曜朝の番組となっている。同年11月5日より平日版同様、モノラル放送、モノステレオ放送からステレオ放送に切り絵、BGM 効果音含めステレオ音源で放送されている。ただし、一部 BGM 効果音は、モノステレオ放送。平日版は2012年4月2日から2014年9月26日まで。 司会を従来の二人体制から三人体制に変更していた2014年9月29日からは二人体制に戻るが本番組は二人体制のままである同じく同日より一期平日版はコメンテーターとしてさきとさたあきが出演開始したが本番組では2008年3月の工場公版後コメンテーター枠自体廃止されている2013年4月6日より 平日版が20年目を迎えるにあたって、本番組もテロップを平日の2013年仕様に合わせた。また平日版で2013年1月から放送されている紙トロペのショートアニメ等は本組では実施せず、代わりに攻略情報などを多く盛り込むなどの工夫がされ、平日版に比べ家族向けの作りになっている。同年10月12日より平日版で行われている。 目覚ましじゃんけんを本番組も開始。放送開始当初は全ネット局揃って7時開始だったが、2005年4月2日より6時30分、2006年4月1日より6時と、それぞれ開始時間を繰り上げた。6時台は全編ローカルセールス扱いであるため、富山テレビは7時開始、飛び乗りとなっている。平日、土曜、アクアに関わるチーフプロデューサー。 1>, 1、プロデューサー。6、プログラムディレクター。10、ディレクター。120、アシスタントディレクター。70、カッコ内は人数。2014年現在という番組制作に携わるスタッフ全員がいつでもまんべんなく同じ情報量を得られる仕組み作りとして反省会やネタ会議の議事録をメールで送る仕組みを導入している。2008年7月12日から それまで土曜10.11時代に富士テレビと一部系列局で放送されていた発見が会社全体の予算削減の流れを受け終了したことに伴い目覚まし度曜日目が10時代前半のみを新設することになった初代メインは本編同様福原杉崎が担当しコメンテーターには剣道小林を起用さらに2009年4月からは 話題のゲストを招く体制となった。一部地域では、関西テレビ制作、虹色寺院も間に挟んでの実質的な枠拡大が図られた。このような二部構成の形態となるのは、土曜一番、花屋敷以来のことである。メガヒネット局では、引き続き自社制作の生情報番組や、通販番組、富士テレビ系番組の遅れネットや、 他系列の番班ネット、再放送番組などを放送した。当初非ネットから新規ネットを開始したり、当初ネットからネット打ち切りにするツボネもあった。ネット打ち切りの後にネットを再開させたツボネもあり。また、富山テレビは、本編は飛び乗りながら、メガ、2011年4月2日からネットをネットする。異例の編成を行った、民放が3局以下の地域で、メガがネットされた。 唯一の事例でもある。2008年7月19日は、お台場冒険王ファイナルの開催初日のため、メガ枠9時55分11時40分まで放送。なお、フルネットしたのは、富士テレビ、仙台放送、らんぼテレビ。このため、芸能、証券と、家電と、占いと、天気予報が休止になった。2009年2月14日のメガの大半は、 平日版の15周年イベント、元気の港ともの開幕の中継だった。2009年4月の放送より、それまでメガに出演していた高木千佳子、山形園子、松尾が交番。番組内容も若干ながら、リニューアルを行った。2010年10月から大幅リニューアルを実施し、サブタイトルを日本ナンダーワンダーとした。 極東アジアの先進国として様々な文化、技術などを世界に発信する日本。日本に住む、日本に訪れる外国人は日本をどう見て感じてとっているのか外国人の目から見た今の日本を伝えていく情報番組へ変更された。また、この変更前までは番組の後半で天気予報のコーナーがあったが、この変更から天気予報のコーナーがなくなった。 2012年3月31日、最終回を迎えた。富士テレビ系列平日午後のワイドショー枠復活並びに知りたがりの枠移動、拡大の影響を受けての終了である富士テレビ系列平日午後のワイドショー枠2013年9月で再度廃止し、2015年4月再度復活。同年4月7日より富士テレビ 関東ローカルは9時55分10時20分に、ワンピーススペシャルエディション、10時20分10時40分に、生田く,くん、はい。目が終了時点の出演者だった、生田流昇の冠番組を開始。これにより、ザ・ウィーク以来23年続いた土曜昼前の、情報番組は、一旦途切れることとなり、13年10月12日より、世界ホットジャーナルの開始をもって復活したが、 2015年3月枠移動に伴い終了。2013年秋開編まで、関東地区における土曜10時台での生情報番組は TBS、王様のブランのみという状態にもなった。なお、目が終了時点のメインキャスターだった、佐野、山崎は、2012年4月より、平日9時55分枠のノンストップに出演している、スタッフも一部携わっているか、 メガ晩年期のコーナーだった異国のつぶやきは平日版水曜日に移して続行した。終了時点のメガネット局は各自ローカル編成に移行した。メガを最後に当該枠のフジテレビ同時ネットを行うつぼねはなくなったが2016年4月2日にスタートしたライオンのグータッチネットセールス枠となったためテレビ大分以外の放送局が同時ネットを行っている。 星印は、フジテレビアナウンサー。インは、目覚ましテレビにも出演。全員、目覚まし度、曜日を兼務。コーナーごとの担当者の役割分担が明確でない。ため、コーナー担当の変更や兼任が多い。フジテレビにおける放送時間。各ネット局の放送時間は、以下の項目を参照。太字は、目覚まし度、曜日メガをネットしていた局、最終回時点。なお、 目覚まし度、曜日メガの基本放送時間は毎週土曜日9時55分10時40分であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。